どうも、スノホリの森田優香です。今回は X 客撲滅ということでやっていきたいと思います。来ました、 X 客撲滅先生。はい、お悩みの方いらっしゃるんじゃないでしょうか。いると思いますよ、 X 客は。うん、多分スキーがどんどん上達していった中での最初にぶち当たる壁かもしれないですね。 X 脚っていうのは足が、外足が倒れて内足が立ってしまう、ここが X みたいな足になっちゃう。まあ、名前だけ聞くとかっこいいよね、 X って、うん、X って感じなんですけど、うん、足がこうなっちゃう、こういう X の G みたいになっちゃうのが X 脚で、できればこうやって平行にかっこよく倒したいなって思ってる方も多いのかなと思います。こういう風にね。そうですね、やっぱ X よりは平行でしょうっていう風に。なので今回はその X 脚を直すための練習をご紹介していきたいなと思います。まず原因を聞きたいですね。まず X 脚の原因はですね、私が思うに一番原因は腰の向きだと思います。腰の向き、はい。 X 脚になるときってだいたい外腰が外に向いてしまって、こういう荷重になると X 脚になってしまうんです。これはどういうターンですか？これは、今右足外側のターンの、ターン前半から特にターン中盤に出やすいかな、こういう姿勢。これがどうしても荷重をしようとしたときに腰が外を向いていってしまうと、足がこう内側にこう開かずに内足が立って外足が寝るような姿勢になってしまう。こうすると X 脚になりやすいと思います。腰が外を向いているこの姿勢から腰が内を向くだけでヒュッと内足が平行になってくると思います。今なりましたね。もう一回やってみていいですか？腰が外を向いているところから内を向くだけで、多分雪上でやってみると分かりやすいと思います。外向いてたところから内向くだけで内足がヒュッて返ってくるんです。よく X 脚を直そうとするときに内足をどうにかこう開こう開こうってする方が多いかもしれないですけど、内足を開くよりは腰を少し内に向けるだけで内足も平行になってくるので、意識する場所をちょっと変えてみるといいのかなと思います。そもそもさ、腰が外に向いてると内足を同調させようと思って X 脚をこう直そうという動きをしても、うん、腰が外向いてるからロックされて全然 X 脚直んないよね。そうなんです。ここの内腰が邪魔をしてしまって、これ以上こう足が開けないんですよ。これがこう向いてくるともうこう動かせるようになってくる。この腰の向きだけで相当変わってくるかなと思います。なのでこういう X 脚だから足を直そうっていうよりは、その根源としては腰にあると思います。この向きをちょっと変えるだけで簡単に X 脚が直ってきます。じゃあ早速練習をやっていきたいのですが、その前に X 脚ってどういう動きになってしまっていることなのかっていう悪い例をまずはやっていきたいなと思います。でよくレッスンで悪い例といい例っていうのをやるんですが、悪い例を後にやってしまうとそのイメージで滑ってきちゃうので、どうしてもいいイメージで始まれないので、まずは悪い例をやって、その後にこう練習をやっていきたいなと思います。まずは X 脚ってどういう動きなんだっていうところを普通の速度の中でやっていきたいと思います。X 脚で滑ってきました。だいぶ X になってたんじゃないかな。いや相当なってましたよ。なってましたよね。でやっぱああいう風にさ、うん、腰が外に開くってなると、うん、X 脚につながりやすいね。うん、そんな気がします。
ということで、この X 脚を直すためのバリエーショントレーニングやってみましょう。じゃあ移動していきます。じゃあ X 脚を直すためのバリエーショントレーニング行ってみましょうか。はい、ストックをさよならします。はい、さあこれにどういう理由があるのか聞いていきたいと思います。はいはい、ノーストックで動きとしては手を振り込みながらターンしていきたいと思います。はい、その理由は、その理由はこの外手を振り込むことによって腰、外腰も一緒に内側を向いていく。それによって内足が一緒にこう返っていく、そのための練習です。はい、これどのタイミングで振り込むとかってありますか？ターンの始動からこう振り込んでいく、振り子みたいにターンしていく感じかな。こう手を振り込むことによって外腰が外に向くことを止められて、その外腰がこう内側に向いてくることによって内足が平行に倒れるようになるので X 脚を止めることができます。そんなこういう動きを使いながら行ってみたいと思います。はい、ここでポイントとかってあります？ポイントはこう手だけを一生懸命振らない。手だけ振っても腰が全然ついてこないので、手とこの腰を連動させて一緒に大きく動く、これが大切なポイントです。じゃあやってみましょう。こんな感じで今ノースソックで振り込みながら滑ってみました。どうでした X 脚ですか？うん、やっぱりその腰がね内側向いてきて、それに連動して内足も開いてきたっていう感じがありましたね。はい、この運動でも普通に滑る時でもポイントは外腰を前に出す、もしくは意識しづらい方は内腰を引く感じでもいいかもしれないです。どっちでも同じ動きになるので意識しやすい方でいいかなと思います。とにかくこの外腰が外を向かないで内に向いてくることによって内足がこう平行になる、これが大切なので、この腰の向きっていうのを特に意識してみるといいかなと思います。参考になれば嬉しいです。この動画がいいなと思った方、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。